見える開花メルマガ、こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、ちょっとパワーポイントの最新バージョンを使ってですね、最後超傑作作ったので必ず最後まで見てください。見えている世界が変わると、見えている世界が変わっていくってことも実はフォトンですよというところですね。では画面の共有に入っていきます。このお話聞いていただければですね、皆さんがですね、どんどん自分の見えている世界がどんどん変わってくるという形になっていきます。同じ家庭なのになんか見えてる世界がどんどん変わってきましたとかですね、毎月見えてる世界がどんどん変わってきますとか、同じ山とかですね、同じ風景なのに美しすぎて、もう子供の時から見ていたのに同じ山なのにもう美しすぎて涙があふれるとか、開花のトレーナーさんたちがですね、本当にこう毎月来るたんびにこう毎回意識が変わり、見えてる世界が変わるという表現をしてくださっています。何が起こってるのかというところですね。この見えている世界が変わるっていうふうに感じられる方いらっしゃると思います。で、これはですね、何かというと、実はこれがですね、見えている世界が変わるっていうのは、すべての物質が素粒子でできてますね。素粒子周波数を持ってます。で、フォトン、バイオフォトンとかいろんなフォトンが畳み込まれていて、で、私たちが持っている自分のフォトンの周波数がですね、受け取っているので、その自分の振動数の幅が広がれば広がるほど、その物質に畳み込まれている周波数をいろんな層で見れるんですね。なので、自分の意識レベルが広がる、フォトンの周波数帯が広がることが意識レベルが広がることなんですけども、その幅が広がると、物に畳み込まれている周波数、いろんな周波数を汲み取れると、葉っぱとか山とかですね、お花とか、犬とか、自分の奥さんとか旦那さんとか、お父さんお母さんとかの、もうみんな素粒子で紐で0ポイントなので、お父さんお母さんも、旦那さん奥さんも子供たちもですね、職場の人たちもみんな0ポイント、愛感謝の結果の、素粒子になって、肉体が現れているので、自分の意識レベルが上がる、周波数帯の幅が広がる、フォトン持ってるフォトンの周波数の幅が広がると、そうするとお相手の、美しい周波数がどんどん出てくるというふうになってきます。例えば親に対して不満ヘルツだったら、不満しか見ることができなくてですね、なんかしてもらっていてありがたいことが見えないんですね。ご飯作ってもらってることがありがたいとか見えないけれど、入院生活からですね、自宅から帰った時とか、都会での生活に心が折れて実家に帰った時に、この何気なくこうお父さんお母さんがこう出してくれた料理、奥さんが出してくれた料理がすごくじわーっとこうありがたさが増してくるというようなことが起こってくると思います。で、ここですね、お料理の中にお父さんお母さん奥さんが作ってくれてる時のあなたのためにっていう周波数がちゃんと込められています。で、そのあなたのためにっていう周波数を今まで受信できていなかったと、不満の周波数であなたのためにっていう周波数を受信できなかったけれども、何かの表紙で気づくとか、感謝行をずっとやっていくと感謝の周波数に感じ取れるようになると、そうすると周波数が壊れていたのが元に戻るような意識が深まっていくと、感謝を見出せるようになった時に、このフォトンの受信機の周波数帯の幅が広がると、そうすると見えてる世界が変わるということが起こります。本当にこう開花のトレーナーさんが月を追うごとにそういうことがどんどん起こってくるんですね。イメージで言うと、こんな感じのこのフォトンの自分のバイオフォトンの周波数のダイヤルがあったとします。で、自分が今不満に合わせてますと。そうすると真っ暗くて見えないと。それがダイヤルを回しますと、トイーとか回していくと、だんだん見えてくる世界がちょっとなんか薄く見えてきたかなって感じです。またつまみをどんどんこう上げていくと、だんだんこう見えてくる世界が、畳み込まれている世界が見えてきて、またつまみをひょいーとか上げて、どんどん感謝側に上がってくると、よいしょ。こんな感じにですね、本当にこう、すべてに感謝が畳み込まれているという状況が入っています。ただ自分が不満にいると、不満な世界を作って不満しか見えていないけど、感謝を見出すとどんどん感謝側が見えてくるようになって、結果、現象もどんどんこう感謝側になってきます。なので、まとめるとですね、今すでに目の前のお人に対しても、お花に対しても、スマホの中にもちゃんと愛感謝が畳み込まれていて、で、自分自身が、ニュースの中にも愛感謝が畳み込まれていて、自分自身がですね、そこを感知できるようになった時に見えている世界が変わります。なぜならば、そもそも全てが0ポイントフィールド側でできているからなんですね。なので、ぜひ皆さんがですね、この感謝行とか自分褒めを通して、感謝を意識する目の前のところの、いや、ありがたいなっていうところの、頭で考えるのではなくて、感じるんです。うわ、ありがたいなというふうに感じるというふうに入っていただければ、現象に畳み込まれている感謝側を見出していくようになって、そうすると見えている世界が変わるということが本当に起こってきます。それがですね、そういう人たちだらけになっていくことが本当に地球がどんどん平和な惑星になっていくかなというふうに感じております。ぜひ、量子レベルで私たちがどんどん見えている世界を素敵な世界にやっていきたいと思います。関連動画はですね、こちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。